ダワキンスティック。そうです。これを飯田店長の方に試していただいて、はい、検証させていただこうかなと、はいはい、こう遠心力がこ う、ね、ついてる感じします、ね、引っ張られる感じありますよ、ね、引っ張られますね、はい、自分はびっくりって感じです。そうですね、はい、ニキ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 ガルフチャンネル電池店の飯田です。よろしくお願いします。貨幣店の黒沢です。よろしくお願いします。はい、黒沢さん、はい、今日はこちらです。じゃーんと、はい、大飛距離アップ商品の練習用品の紹介をっていうふうに、そうですね、はい、聞いておりますので、はい、でこれは黒沢さんの持ち込み企画だって聞いてますけど、はいはいはい、フル系距離アップ練習器具なんですけど、はいはいはい、でその商品とは、はいはい、こちらですね、はい、ダワキンスティック。そうです、はい、ドラコンプロの和田プロが、うん、和田プロですね、開発したって、まあ、有名ですよね、もうドラゴンのプロは、ね、そうですね、飛ばし屋のプロですけど、はい、そのプロが飛距離アップのために作ったって言われる練習器具です。僕が練習でこれをなんとなくたまたま使い始めてみて、ほう、はいはい、練習してたんですけど、はい、そしたらもうみるみる飛距離が伸びまして、アップしてるんですか、はい、なので僕は本当にこれで飛距離が伸びたんで、これを飯田店長の方に試していただいて、はい、いやちょっと試してみたいです、はい、伸びるな、実際どのぐらい変わるかなっていうのを検証させていただこうかなという、はいはいはい、実際どれぐらい伸びたんですか。距離で言ったら15ヤードぐらい伸びました。15ヤード伸びたらめちゃくちゃ大きいじゃないですか、はい、計測器で測ってるんですけど、はいはい、ボールスピードで見ると、はい、大体60ぐらい、そうですよね、はい、そう60ぐらいですね、はい、60超えたらあ結構いったなっていう感覚なんですけど、はいはい、これを振ってから、はい、61、62、63 63? マックス64ぐらいまでいった。すごい、ちょっとぜひ試してみたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。はい、早速黒沢さんのダワキンスティック、はいはい、ちょっと変わった形してるんで、そうっすよね、はい、ちょっと一回これ、まあ、コツというか、はい、やり方をレクチャーしてもらえますか。はい、わ、はい、かりました、はい、長さが 47.5 インチあって、はい、重さも 820g ぐらいあって、はい、重たい、はい、もともと重たいんで、なるほど、結構まずパワーアップの筋トレだったり、はいはい、ウォーミングアップの、体ほぐしにもいい、ね、体にもいいんじゃないのかなと思うんですけど、はい、そうですね、グリップエンドから体の方に向けて球とシャフトがこう伸びてるので、はいはい、普通にグリップ持っていただいて、これがまあお腹に当たるような、ポジションでアドレスをしてる、このシャフトがちょっと短い方がこのお腹に当たる方なんですね。そうですね、はいはいはい、でここが、お腹に当たってる時間をなるべく長く体を回す感じにして、であとは、はい、惰性で、はい、手を上げていただいて、でそこからこう振っていくんですけども、うんうん、この棒がお腹に当たらないように、でここでこう手を返すという感じで、これを10回ぐらい振っていただくと、多分連続で振っていただいてもいいと思うんですけど、はい、僕は結構やり直して、そうですね、形作ってやってる感じです。はい、はいはいはい、アドレス決めて体を回して手を上げて、で、左にこう回っていくんですけど、はいはい、ここでこうリリースしないで溜めた状態を、溜めた状態で、はい、いって、ここから前でこう解放する感じですね、はい、でここがあるんで、はい、結構ここでこう返しやすい感じですね。なんかこう、そうですね、こう返る感じは体感しやすいかもしれないですけどね、はい、そうですね、なのでインパクトからフォローで、まあ、溜めてきたのをここでこう返せる動きっていうのが結構練習できると思います。そのお腹に当ててる球ってスイングの時当たらないんですか。当たったら逆にダメってことですか。当たったらダメだ。ダメなんですよね、はい、結構こうリリース早くなっちゃったりするとこうお腹に当たりそうになるんで、なんか軌道がこうずれたり入っていたら当たりそうですもんね。そうですね、なのでこうアウトサイドイン軌道とか、はいはいはい、ちょっとこう体伸び上がっちゃったりとかだとこう当たりそうですもんね、はい、綺麗に振れないので当たらないように振ろうとするだけで結構こうスイングもその辺は修正を効くっていう、軌道も綺麗に振れるようになります。あ、なるほど、はい、で体もいいですね、はい、回せるのでっていうのを、これを10回、まあそうですね、10回ぐらい練習法としては10回振って、はい、そうですね、クラブ打つ前にウォーミングアップを兼ねながらこれをちょっと10回ぐらい振って、でクラブを振っていただくっていう感じでやっていただければ、これを毎日やることによって、はい、距離がアップすると、はい、
本当にそれしかやってないんですよ。あ、そうなんですね、はい、それ以外は何もやってないんで、はい、あの綺麗に多分クラブも動かせるようになって、筋トレもあるかもしれないですけど、多分クラブを綺麗に動かせるような体の使い方ができるようになって、あ、なんか遠心力がこうねちゃんと使えそうな感じですもんね、はい、そうですね、そんな感じです。ではあの飯田さんに試していただくのに、まず振らない状態でドライバーを今打ってですね、はい、このぐらい飛ぶかっていうのをやっていただいて、はい、立っていただいて、はい、その後これを10回振って、はい、でもう一度さらにドライバーを打って数値が変わるかどうか検証したいと思いますんで。疲れて飛ばないとかないですか？まあなくはないです。なくはないですか？それも含めて。そうですね、はい、よろしくやってみます、はいはい、お願いします。早速打たさせて、はい、いただきます。まあ、何もやってない状態で、はい、3球、まあ、ベストショットを、ね、取らせていただくので、はい、どのぐらい数字が出るか、そうですね、はい、じゃ早速打たせていただきます、はい、はいはい、ちょっと当たってないですねこれは、はいはい、はい、今が、飛距離が 239.9 ヤード、ボールスピードが58、ヘッドスピードが 45.1 でした。はい、じゃあ2球目お願いします。はい、これはしっかり当たったかなと思います、はい、飛びますね。距離が 262.7 ヤードで、はいはい、ボールスピード 63.3、 おヘッドスピードが 47.8 でした。なるほど、はい、まあ、これぐらいだと思います、はいはい、ミートルつくな。じゃあ最後ラスト1球お願いします、はい、いや当たってない。まあ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 、はい、距離が 240.3 ヤードでボールスピードが 60.1、はい、ヘッドスピード 45.9 ですね、の結果でした。ちょっと最近練習サボってるんで当たってないですね。はい、はい、いやでも、まあ、一気にショットありましたね。そうですね、はい、はい、ではダワキンスティックを、先ほどの要領で10回、お腹に当てるんですね。お腹に当てる感じで、はいはい、でこれを あんまり離さないで、そうですね、なるべく、はい、おう、はい、戻して、うん、これは何ですか、全力で振った方がいいんですよね。体の動かし方を考えれば、そんなに速くじゃなくてもいいと思うんですけど、はいはい、ある程度スピードは出して、おお、はい、なんかこう遠心力がこう、そうですね、ついてる感じしますね。引っ張られる感じありますよね。引っ張られますね、はい、10回です、はい、打った感じどうですか。なんかこう飛びそうな気がしますね、はい、じゃあこれで先ほどと同じドライバーを打っていただいて、数字が変わるかどうかを。心なしかクラブは軽く感じますね、はい、おー、ナイスショー、行きましたね。なんか早く触れた感覚はありますけど、はい、距離が268ヤードで、おー、ボールスピードが 64.3、 おー、ヘッドスピード 48.2、 伸びてる。あ、ちょっと上がってるな。伸びましたね、ボールスピードがやっぱり上がってますね。ダーキン効果が出てるんですかね、はい、おお、さらに来ました。なんかね、はい、ダワキン振った後のがこうテコの原理みたいのが、はい、なんか結構使いやすいというか、はい、感覚的に、はい、そうですよね、結構こうヘッド走らせやすいというか、距離 す、ね、すごいですよ。飛距離 277.9 ヤードでボールスピード 65.7 まで行きました。はあ、ヘッドスピード 48.4 です。ヘッドスピード48まで行きました、ね、はい、なんかあんまり信じてなかったんですけど。あれ本当だな。いや、これも当たったな。ちょっと曲がったけど。あ、そうですね、でも、はい、数字はいいです。飛距離が 264.0 ヤード、ボールスピードが 64.2、 ヘッドスピード 48.5、軒並みいい数字になりましたね。そうですね、3球とも数字上がりましたね、うん、実際どうですか、振った感じというか、うん、なんかやっぱり終わった後振ると、はい、なんか今までのこう振ってたところとなんかやっぱり勝手にこの
軌道というか、はい、ここを通ればっていう感覚と、あの遠心力が勝手に使えるようなスイングに勝手になるのかなっていう感じなので、そうですね、まあ現にちょっと距離出てるんで自分ではびっくりっていう感じですね。そうですね、はいはい、特に何かを意識してっていうわけでもなく、そう勝手にこう自然にあの練習機通りに振ったら、はいはいはい、クラブがヘッド走ってくれるみたいな感じはありますよね。こう引っ張る力が強くできるというか、これをだと今僕10回振っただけですけど、はい、これを毎日例えば1ヶ月やったってなって、はい、結構数字変わるじゃないですか。これそうですね、多分体にこうスイングも慣れていくと思うので。ああそうですそうですね、はい、いいんじゃないですかこれ、はい、本当かもしれません。はいはい、はい、ではね、はい、今私レクチャーを受けて打ってみましたけど、はい、いやまず結果が物語ってるかなって思いますね、はい、距離出ましたからね。そうですよね、ヘッドスピードも上がりましたけど、はいはいはい、それ以上にボールスピードのアップがすごかったですね。本当最初はあんまり信じなかったんですけど、はいはい、本当かなって。ただ重いこうクラブを振ってるだけだと、まあ、遠心力がついて筋力アップとかにはなるかもしれないですけど、はい、まあそうですね、ここがあることによってうまくヘッド返す、そうですね、はい、そうですね、動きをアシストしてくれて、まあ、勝手にそれがね、はい、あのやっぱりできるような感じになるので、はい、スイングにもすごいいい影響を与えてくれるなって思ったの で、ね、はい、10回振って振っただけですけど結構効果絶対あるなと思うので、これをね毎日1ヶ月振ったらだいぶ飛距離出るんじゃないかなって正直ちょっとびっくりしました、はい、多分こう安定性もだんだんこう体が慣れていって、はい、その動きが自分の中に、はい、そうです、染みついてくるとよりさらにこうね、はい、そうですよね、段階的にもさらにアップしていくと思いますので、そうですね、一過性の飛びじゃなくて自分のパワーの底上げというか、はい、スイングの底上げになりそうですよね。そうですね、はい、まあ、振るだけなんでそのね、はい、難しさもないですし、はいはい、10回毎日振るだけでこの効果が出てくるってなったらいいなっていうふうに思いますからね。ポイントはコツコツやるってことですね。そうですね、はい、ぜひ皆様も振ってみていただいたら飛距離10ヤード20ヤード伸びるかもしれませんので、ぜひこちらのお試しください。ダーキンスティックです。はいはい、はい、ニキゴルフチャンネルでは、こういった、まあ、面白い、練習用品なども紹介していきますので、はい、ぜひチャンネル登録と高評価そしてコメントの方もどしどしいただけると励みになりますのでよろしくお願いします。お願いします。はい、では次の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。